1968年、ガリーナ・セルゲイ・エブナ・ウラノワは、ソビエト連邦時代に最高の名手と歌われたバレリーナ。彼女が住んでいたモスクワの部屋は、国立の博物館として保存され、サンクトペテルブルクとストックホルムには、彼女の像が建てられている。ガリーナは、ペトログラードで、ロシア提出バレエのバレリーナだった母親と、アグリッピなワガノワの下でバレエを学んだ。 1928年、マリンスキーバレエ団に加入。マスコミに、セミオーノアのスタイルを踏襲した、優雅な踊りと歌われ、彼女の演技に魅せられたコンスタンチン・スタニスラフスキーは、自身の演劇作品に彼女を登用した。1944年にはその名声が、スターリンの耳にも届き、彼はガリーナを、ボリショイバレエに移動させた。同年、ガリーナは、 プロコフィエフ作曲によるシンデレラの初舞台で主役を演じた。ボリショイバレーでは16年間最高位のプリマバレリーナの座にあった。ガリーナは優れたバレリーナであると同様に俳優でもあり、46歳の時にようやく海外公演を許可された。ロンドン公演の際、新聞はロンドンでの裏のはアンナ・パブロワ以来の進化したダンサーが偉大な勝利を収めると称賛した。 彼女は50歳で舞台から引退し、その後は後進の指導に当たった。ガリーナは、レーニン賞とスターリン賞を、それぞれ1941年、1946年、1947年、1950年、1957年に受賞した。ありがとうございます。